はい、キャンドゥでアルコールストーブを買った際に一緒に購入したブリキ缶、インテリアポット。こちらがちょうどあれにいいなと思ったので、マジックで下書きをして、薄いブリキなので簡単に手の粉で切ることができました。こんな感じです。あとはメンディングテープを貼って、等間隔の穴を開けて、ぐりぐりと大きくしてやれば、簡単に専用ストーブができます。ステンレスの板2枚を重ね合わせて、五徳にしてます。本日の主役はこちら、稲葉のチキンとタイカレーグリーンになります。早速炊飯していきますが、ご飯は今回は、主役ではありません。副食になります。以前までクッキングシートを使って炊いてたんですけど、アルコールストーブで炊く場合って炎がですね、結構高くまで上がって、しかも見えないので、クッキングシートがですね、端の方が何度か燃えてしまってですね、良くなかったので、このマッコリコップを使うんですけど、今回はアルミ箔でやってみます。はい、2回目、稲葉のチキンとタイカレー。同じ種類にですね、バターチキンカレーってあるんですけど、私はもう断然こちらがおすすめです。温めなくても美味しく食べられるということなんですけど、まあ、もちろん温めた方が美味しいと思います。炊飯はですね、ダイソーの新商品、マッコリーコップという、まあ、本来はそのお酒を飲むためのコップだと思うんですけど、アルミ製で、しかもこう丸いので、このアルコールストーブで炊飯するにはもってこいだと思ってます。はい、そこにこのチキンとタイカレーの缶詰を開けて、セリアのこれはシェラカップリッドですね。その上で一緒に炊飯しながら温めていこうと思います。アルコールは今回 30cc 使いました。米もですね、0.35とちょっと少なめですけど、まあ、前回動画でご紹介したんですけど、このマッコリコップの場合0.5合を入れるとですね、吹きこぼれるんですね。炊けるんですけど、ちょっと吹きこぼれるのはですね、いろいろ汚れるのが嫌なので、0.35が、ベストな炊き方ができると思ってます。お米って割と何でしょうね、調理は簡単なものだと思うんですけど、ただ確実に失敗したくない時は、水につけておく時間を少し伸ばしてやって、まあ、30分よりは1時間。それから水をですね、気持ち多めにしてやること。これで、芯が残ることはありませんので、まあ、ほぼ失敗なくできるんではないかと思ってます。アルコールストーブは、安定して加熱、火力が得られるので、焚き火と違ってですね、本当に簡単、自動炊飯もできるしということですね。部屋の中で焚き火することはできませんけど、まあ、この辺りはアルコールストーブの、メリットかなというふうに思います。おそらくこの、スタンドをつけてることによって、輻射熱でやっぱりこう熱もですね、逃さず、このクッカーの方に伝わってますので、おそらく寒い時期になればなるほどですね、このスタンドは威力を発揮するんではないかと、今のところは思ってます。また寒くなってからですね、その辺りは検証してみたいところです。このアルスト購入してからですね、アルコールをよく使うようになったんで、まとめてアマゾンで購入しました。リュミエールという4リットルで2000円のものがあってですね、こちらを使うとですね、とても安く購入できます。これまでですね、ドラッグストアとかホームセンター等でだいたい 1cc1 円で買ってたんですけど、まあ、こちらはですね、リュミエールだと、その半額で買えますので、お得です。今回でいうと 30cc のアルコールで炊飯してますので、アルコール燃料代は15円ということになります。
デスクワークなんかが多くて、たまたまこうなかなか、庭に出て焚き火とかできない時でもですね、ちょっとこうコーヒーを入れたり、こんな風にまあ軽食とかお昼ご飯を作ったりするのはですね、もうアルコールストーブが便利ですね。だいたい沈下してから15分ぐらいは蒸らしてます。はい、ということで、まあもう失敗する気はしないんですけど、一応、底の方も見てみますね。はい、こんな感じです。クッキングシートとかですね、こういうシリコン加工したくっつかないアルミ箔ですね、まあ、こういうものをつけておくとですね、本当に後片付けも楽ですね。少々炎が強くても全然焦げつくことがないです。はい、これはね、味はちょっと食べてみてください。エスニックな感じでとっても美味しいし、あとね、ヘルシーなんですね。カレーなんですけど重たくないので、まあ、その点がですね、何よりっていうことでもないですけど、とっても気に入ってますね。稲葉のチキンとタイカレー、炭水化物もですね 7g しかありません。脂質も 10g と。で、まあココナッツミルクやナンプラー、昆布みかんの皮とかですね、ちょっと変わったこうやっぱり味付けなんですけど、まあ好きな方はこれはですね、とってもハマると思います。よかったらお試しください。ということで、おそらくこれはアルミ箔の巻き方が悪かったので、そこはですね、ちょっと次回また、改善しようと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をお願いします。